ちは。どうもニケです。小野です。はい。ということで今回もやっていきます。今回の企画は、今回はですね、J2 のジェフユナイテッド千葉について取り上げていきまーす。でね、問題に入る前なんですが、我々はね、J リーグを中心にサッカーのことについて取り上げておりますので、はい、ぜひチャンネル登録の方お願いします。お願いします。ということでね、問題に入っていきますよ。はい。ちなみにここまで17節を終えて順位の方は、ここまでね、はい、順位としては9位、6勝6分け5敗、はい、というところでね、勝ち点24でございます。そうですね、はい、得点18の失点17と、まあ変にバランスがいいと、まあ、そうですね、ちょっとなんか全体的にいいのか悪いのか安牌というかみたいな数字がね、近い数字が並んでます。現状ね、ちょうど中間ぐらい、そうですね、中間ちょいって感じですね。はい、はい、じゃあそんなね、ジェフについてまだ3つのことについて話していきますので、はい、お願いします。お願いします。ではまず1つ目、はい、まあ、粘り強い守備からのシンプルな攻撃、まあ、これもユンジョンファンカラーじゃないですか。そうです ね1つね、まあ、鈴木選手、先ほども話ありましたが、はい、鈴木選手であったりとか、まあ、岡野選手、はい、チャン・ミンギュ選手、はい、まあ、この辺りの、ね、対人プレーにストロングポイントを持つ、まあ、3人のディフェンスがしっかりと、まあ、敵に対してアプローチをかけてボールを奪いというところから、まあ、シンプルに結構ね、縦にいるボールがすごくあります。で、まあ、両サイドのまあ、ウィングバックなのか、まあ、サイドバック的な、まあ、ファイブバックみたいな形もなるんですけども、小田選手、安田選手ね、もともと守備の、ね、選手でもあるんで、はい、安田選手は攻撃的サイドバックって感じですけど、はい、まあ、でも、まあ、しっかりサイドバックという本職のポジションをしていた守備から入る選手もしっかりと起用していると。でまたショートカウンターっていうのが実はかなり少ないチームなんですよ。逆にロングカウンターの方はかなり多いと。これリーグ内でも結構トップクラスの数字を出してるんですよ、はい、でこのことからも、まあ、今言ったように、まあ、粘り強い、まあ、対人にもしっかり強い守備から、まあ、シンプルに前にボールを入れてると、はい、まあ、深さを出すっていうことをしてるんだなっていうのがここからも伺い知れます。はい、2つ目、はい、まあ、流動性のある前線でございますでこれ結構ね、まあ、先ほどのちょっと話とも被るところもあるんですけども、はい、やっぱカウンターロングカウンターが多いという話をしましたけども、うんうん、まあ、前線のサウダーナ選手、サウダーナ選手ね、はい、まあ、ここをねシンプルに使う戦術というのが最近目立ちます。でそれにですね、まあ、こうしてですね、まあ、三木選手であったり、はい、船山選手、うんうん、この辺りが気の利いた動きをしますと、はい、でしっかりとこの辺が衛生的に動きながらフォローをしてセカンドボールであったりとか裏に流れたボールをしっかりとキープすると、うんうん、まあ、それによって深さが出て、まあ、カウンターが成立するであったりとか、まあ、シンプルな攻撃を成立させていると。で特に三木選手に関しては現在チーム内得点王です、はい、さらにアシストランキングもチーム内のトップです。お、攻撃に欠かせない選手ですね。はい、僕が言いたかったのは使ってよし使われてよしのマルチプレイヤーでございます。船山選手に関しては、はい、まあ、気の利いたポジショニングというのができるんで、はい、まあ、先ほど言ったようにサウダイナ選手がセールであったりとかボールを持った時にいいポジショニングを取っているので、まあ、いい位置でボールが受けられると、うんうんうん、まあ、直近の試合でもね、まあ、気の利いたポジショニングというのがあって、ね、見事にゴールも決めてます、はい、あれね、サイドチェンジがね、はい、やっぱり僕ポイントやと思いました。もちろんそれは良かったです、はいはい、はい、ただね、サウダイナ選手がしっかり詰めたところの裏でね、はい、待っていた船山選手のポジショニングも起点が効いてよかったなと思います、はい、で、まあ、そのサウダイナ選手です、あと、はい、ね、まあ、独力で突破する力もあり、まあ、体も強く体が跳ねて、ね、しっかり前線にためつくであったりとか、まあ、今言ったみたいに競り合いとかで、まあ、しっかりとこぼれ球とかをね、より味方にいい形で出せるようなプレーをしてくれます、はい、前線に一人いるとね、すごい助かる選手です、はい、でね、最初の頃はちょっと球離れの悪さも目立ったんですが、ここ最近はそれもちょっと改善傾向にあるのかなと思われます。ただまだ若いんでね、ちょっとイライラするところもあるんですが、まあ、その辺も改善されていくでしょう。でですね、3つ目です。積極的な両サイドでございますここはね、もうここ最近の試合では特に安田選手なんかもガンガン仕掛けてます。いいです、いいです、ガンガン仕掛けてます。仕掛けてください、はい、攻撃時のパターンとしても右サイドからの攻撃っていうのが今一番多いというデータも出ております。でね、タルス選手なんかも最近ね、はい、試合に絡んでますが、すごい配球もいいので、まあ、その辺の良さも、まあ、お互い引き出してるような感じかなと思います、うん、左サイドに関してはですね、まあ、三木選手と先ほど言った小田選手ですね、はい、小田選手とのファス交換の数というのは実はチームトップなんですよ出ました、好きな、そう好きな話ですね。そうです、はい、でやっぱここのパス交換っていうのは、まあ、同サイドっていうのもあるんですけど、いい絡みをしてます、はい、で中央突破よりも左サイドの方が多いと、うん、右が一番多いんですが、その次が左サイドなんですよ。なるほど、はい、で三木選手はアシストもゴールも決めていると、はい、で小田選手もアシストをしていると、うん、い
というところで、ここも武器になっていると関係性がいいところですね。はい、まあ、要は両サイド武器です。はい、はい、これユンジョンファンカラーじゃないですか。そうですね、はい、ユンジョンファンカラーが守備をしっかりと締めてサイド攻撃で中でしっかりと、はい、仕留めると、はい、ね、おっしゃっていただいた通りかと思います。はい、まあ、今まさに言いたいこと言ってくれました、はい、というのもね、まあ、クロスに対して、まあ、中にねしっかり人数をかけて、まあ、迫力が出ていると、うん、で先ほど言ったあの前節の船山選手のゴールなんかも、まあ、1人だけじゃなくて2人3人とゴール前にしっかり入ったからこそ生まれたゴールだったなと個人的には思っております。そうですね。で、まあ、今後はね中央突破っていう形でも一つね何か新しく増えていけばチームの武器になり、またね相手ディフェンダー陣に、まあ、的を絞らせないいい攻撃がさらにできるんじゃないかなと思います。そうですね。ということでね、ここまでジェフ千葉について語ってきましたが、まだまだね9位と伸びしろはまだまだたくさんあるはずなので、今後のねジェフ千葉に皆さんもご期待ください。そうです。まだシーズンはね半分も終わってないです。はい、ね、混戦するのが J2 ですよ。そうです。シーズン終了時どうなってるかを引き続き見守っていきましょう。頑張れ降りてん。はい、はい、じゃあね、またこの動画を見ていいなと思ったらぜひ高評価のほどチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ次回の動画もレッツフットボール、コブコブ。